七条名は、日本の政治家。徳島県伊野郡上板町長、内閣府副大臣、財務大臣政務官、衆議院法務委員長、衆議院議員、徳島県議会議員を務めた。徳島県伊田野群上板町生まれ、徳島県立阿波高等学校、東京農業大学農学部醸造学科卒業。大学卒業後は、酒造会社や、その関連会社の役員を務める。 1981年、徳島県議会議員選挙に出馬し、初当選。県議を4期務め、県議時代の同僚議員に、後に、徳島2区で議席を争う山口主任がいた。1993年、県議を4期目の任期途中で辞職。第40回衆議院議員総選挙に、徳島県全県区から自由民主党公認で出馬し、地元である、 板野軍での大量得票により、日本社会党、前職の戦国良し党僅差で下して、再会で当選した。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制導入に伴う、選挙区調整の結果、板野軍が含まれる、徳島2区での公認を一期上の山口主任地に譲り、7条は比例四国ブロック単独4位で、 出馬するが、落選。2000年3月24日、比例四国ブロック選出の落ち異変の死去により、同年4月7日に繰り上げ当選。同年の第42回衆議院議員総選挙では、比例四国ブロック単独3位で出馬し、参戦。なおこの選挙から、徳島一区における、コスタリカ方式が決定した。2003年、第1次小泉第2次改造内閣で、 財務大臣政務官に任命され、第2次、小泉内閣まで務める。同年の、第43回衆議院議員総選挙では、徳島1区で、民主党前職の戦国吉人に敗れたが、比例四国ブロックで復活し、4選。2004年、第2次、小泉改造内閣で、内閣府副大臣関係の政策の担当に、任命され、第3次、小泉内閣まで務める。 2005年の郵政解散による第44回衆議院議員総選挙では徳島2区に国替え。これは同区選出の山口春日が郵政民営化法案の採決で造反して反対票を投じ自民党の公認を得られず無所属で出馬したためである。徳島2区では山口に1万5千票差をつけられ敗れるが比例四国ブロックで復活し5千。 有政造番組復党問題で山口が自民党に復党した後、徳島2区における党の公認を争っていたが、2008年2月、自由民主党選挙対策委員長の小鎌誠は7条の処遇を後回しにした上で山口の徳島2区における公認を内定。7条は比例四国ブロック単独13位に搭載された。2006年10月より衆議院法務委員長。 2009年の第45回衆議院議員総選挙では自民党大敗により会に搭載されていた7条ら名簿順位が10位以下の候補は全員が落選した。落選後、2010年の第22回参議院議員通常選挙への徳島県選挙区からの出馬を模索していたが候補者の選考に漏れたため2010年2月27日 自由民主党徳島県連において離党及び正解、引退を表明した。2013年10月、3年前の引退表明を撤回し、前町長の農田新春の辞職に伴う、上板町長選挙に無所属で出馬。元町長の松尾国元を破り、当選した。2017年10月、町長選に出馬するも、元町民の松田拓夫にわずか6票差で破れ、 落選した。日本共産党の機関紙、新聞赤旗の報道によれば、消費者金融業界の政治団体、全国貸資金業政治連盟から、パーティー券購入等により資金提供を受けていた。ありがとうございます。